関ヶ原を境に餅の形も異なるんですよね。そうなんですね。この関ヶ原の東側には角餅、西側は丸餅と大きく餅の形が違うのは本当不思議なんですけれども、実はお出汁もですね、まあ、よく言われるのは西日本は昆布だし、東日本は鰹だしと言われてますけど、この関ヶ原のお店ではですね、2種類のお出汁を出している店もあったり、あるいはですね、インスタント食品の中には鰹だし、昆布だしの2種類の味を比べられる商品もあるんですね。結構人気の、商品で、お土産に買って帰られるお客様も多いようです。関ヶ原というのは食文化の分かれ目なんですが、さらによく見てみると、この今私が立っているこの不安の関資料館、この資料館を境にどうも東西に分かれているということが分かってきました。資料館の東側はほぼ 100% 角餅、そして資料館の西側へ行くと角餅が多いんですけれども、少しずつ関西に近い丸餅の文化が入ってくるんですね。どういう理由かはわからないんですが、一つの理由としては1350年前に作られたこの不破の関の関所が重要な意味を持っているんじゃないかと言われています。まあ、そういうことも含めてこの不破の関資料館は当時の関所の様子のことを展示してありますし、今申し上げている東西の食文化の違いについても分かりやすくパネル展示をしていますから、その違いをご覧いただけると嬉しいなと思います。もう一つ、関ヶ原には関ヶ原町歴史民俗学習館という建物がございまして、東西の歴史文化の違いについて、それを分かりやすくパネル等で展示していますから、こちらも合わせてご覧いただけるとありがたいなと思います。ご自宅で味比べに挑戦してみるのもいかがでしょうか。昆布だし、かつおだし、あるいは四角い餅、丸い餅とですね、ご家族でいろんな食材を使って味比べを楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。西と東の美味しいおうどんが目の前にあります。こちらが西、こちらが東です。まず見た目でですね、色を見ていただくとお出汁の色が明らかに違うのが分かると思います。西は昆布出汁の薄口ですね、透き通っています。東は鰹出汁、少し濃いめですね。いい匂いがしています。どっちの香りがいい匂いか今混ざってますので分かりません。まずは一口このお汁をね、飲んでみたいと思います。まずは西から。あ、透き通った、昆布の匂いがします。あ、美味しいです。では続いて東のお出汁をいただきます。しっかりとしたね、やっぱり濃い色ですね。あ、確かに香りが違います。これはね、明らかにカツオの匂いですね。口の中にね、カツオ節の風味がしっかりと広がります。美味しいです。どちらが美味しいですかと言われると非常に困るわけですが、混ぜてしまってももったいないですし、一つ一つをね、じっくりと味わってみたいと思います。しかもですね、西はお餅は丸餅です。東は四角いお餅ですね。まあ、お餅の形は違いますが、味は
同じかなと思います。美味しいです。私は関ヶ原の東の生まれですから、この東の出汁とお餅の感触というのはもう小さい頃から食べ慣れていた味で、とっても美味しいです。ただですね、こうして西のおうどんもあるいはお餅をいただくと、あ、こういう美味しいおうどん、こういうお餅の食べ方があるんだなということをね、改めて気づかされました。いろんな食べ方をぜひ楽しんでいただけるといいなと思います。